皆さんこんにちは、おふみです。今回もメイクをやっていきたいと思います。カラコンはね、最近よく使ってるカンナロゼのヌードです。カラコン紹介でもね、よく紹介させていただいてるんですけれども、で下地はポール&ジョーですね。これもずっと定番で私は愛用しておりますね。最近ちょっとね、肌が乾燥気味なので保湿系の下地を使ってみました。これだけでね、一気にトーンアップと透明感が出てくれるので、私はすごいお気に入りです。夏はちょっとね、崩れやすいかなって思うんですけど、でファンデーションはね、最近またよくこれ使ってるんですけれど、クリオの初クリオをちょっと買ってみまして、今またもうちょっと使い込んでレビューしたいなと思うんですけど、これかなり私相性いいですね。でパウダーは定番のイニスフリーを使っていきます。で一旦ね、グロウのクッションファンデもツヤが出るんですけど、一旦マットにしといて、ハイライトでツヤ出したいとこツヤ出したいなと思います。ちょっと当たり前のことを言ってしまいましたが、でね、こんな感じでパフパフとこのブラシはズーシーのブラシです。でシェーディングをしていきます。このシェーディングがね、私ずっともうそこめっちゃ見えてるぐらい使ってるんですけど、かなりピンクグレーなので、もしかしたらその合う人と合わない人のそのパーソナルカラーだったりとか色味がちょっと分かれてしまうかなと思うんですけれども、私はプロ診断していただいた結果ブルベナッツと言われたので、合ってんのかなってちょっと不思議なんですけど、で涙袋の線影もこちらで描いていきます。このパウダーでシェーディングすることもよくあるので、ね、何が合うかあんま分かんないですよね、自分に。難しい、勉強中です、私も。でちょっと涙袋にコンシーラーもね置いていきます。ぬりぬりしていきます。前までね、ダイソーの筆コンシーラーやったんやけど、あれ廃盤になっちゃったかな、もう全く見えへんよね。でアイブロウペンシルで涙袋の影と眉尻をちょっとまとめていきます。でも後からちょっとね、眉毛濃いの嫌なんで消すんですけど、この工程ですね。この工程でちょっとコンシーラーにスクリューブラシ取って、こうパッパッパーって言って、これも私リスナーさんから教えていただいたんですけれども、こんな感じでちょっとコンシーラーをねスクリューブラシに取って、でこれをこう眉マスカラの容量でやると存在感がね、毛量多くても消えるっていうのを教えていただいたので、ちょっと何回かね動画内で実践させていただいてるんですけれども、これは本当画期的でしたよね。眉毛ほんまに難しいよね。眉毛サロン定期的には行ってるんですけれども、って思っております。なんじゃこりゃみたいな、なんか揚げ物みたいな、エビフライみたいな眉毛になっちゃった。でこのアイシャドウパレットずっと最近使ってて、ズーシーのなんですけど、筆が落ちましたね。このね、特に私はピンクをねずっと使ってる、このねくすんでないピンクっていうのが最近あんま見なくて、店頭でなんかこのくすみピンクが可愛いっていうのはよくあるんですけど、くすんでないピンクが欲しいみたいな時って探してもなかなかなくて、けどこのズーシーさんのパレットの中にはね、くすんでないもう超ピンクみたいな、色鉛筆みたいなピンクがね入ってて、めっちゃ可愛いと思って、最近ずっとこれをチークに使ったりしてます。で結構広範囲にこれ普段メイクではないんですけど、広範囲にちょっとピンクの色味を置いてみて、こうメイクの統一感を出してみております。こんな感じでシャッキシェーディングやった範囲にもちょっとね乗せたりしてねいきます。でアイシャドウもね、この容量で二重幅と涙袋、それからさっき消した眉毛にもね同じ色味を、今は全く同じ色でずっとやってるんですけど、筆だけ変えてね、筆は今回ズーシーシリーズとあとダイソーが主なんですね。今のもこの筆もダイソーです。でこの同じズーシーアイシャドウパレットの赤で偽目尻ラインをちょっとね描いていきます。ぬりぬりぬりとしましたら、続きましてこのローマンドですね。これもずっと使って、去年のベスコスも入れたんですけど、個人的に本当大好きで、
使い終わった後ちょっと荒れるんですけど、そこだけあれなんですけど、他はもうほんと色味から持ちからツヤ感からもうほんと文句なしで、もうこれ絶対リピ買いする、もう手放せませんね。私にとってナチュラルなんですけど漏れて見えるので、で、あのキラキラをね、ちょっと目に置きたい、ちょっと筆汚くて筆汚くてごめん、目に置きますね。で、こう黒目の上下と、今回はあのちょっと写真映えしないなということで、このまぶたにもゴリッといきます。ゴリゴリって感じで、でこのピンクをちょっとオーバーリップ、このアイシャドウほんまに、アイシャドウパレットほんまに優秀すぎて、でちょっとオーバーリップ目に粉で私は描いてます。ちょっとポワーって感じでね、こんな感じですね。はい、でちょっとアイラインを描いていきます。これもズーシーなんですけど、レトロカーキで、あのきつくなりすぎないんですけど、ほんの少しだけ目元を主張できるのが好きなので、この色を最近ずっと使ってますね。ちょっと長めにしてみました。でちょっとね、あの下手くそなんですけど、下まつげも頑張って描いてみます。うん、下まつげ描くのほんまに難しいよね。でちょっと二重幅を濃くするために、このダブルライナー代わりになぞってますね、ぬりぬりと。でこれでちょっと半目っぽくしたらね、幅がちょっと広く見えるので、いつも眠たそうな目をして見ております。でちょっとごめん、毛穴ごめんね、腕の毛穴で、あのホワイトライナーを使っていきます。これ毛穴なんでなくならへんねーって思ってます、いつも。なんで脱毛は言ってるんですけど、ちょっと難しいですね。でこんな感じでアイラインに沿ってね、スッと、もう一発勝負なんですけど、さっきのラインを置いたところの延長みたいな感じでやってて、でこれちょっとファミマで購入した眉マスカラなんですけど、なんやかんやずっと使ってて、今回あんまり眉毛の存在感出したくないなーって思ったので、かなり、薄い色にしてみました。マスカラを塗っていきます。このマスカラもね、リピ買いしましたね。キープ力も本当良くて、ぬり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 、上下がつりと塗っておりますね。ぬりぬりぬり、ちょっとダマになりやすいのが、あれなんですけど、お湯オフできるところがすごい好きです。でこれちょっと先端恐怖症と集合体恐怖症の方は飛ばしていただきたいんですけれども、1本ずつつけるタイプのつけまつげをシーンで初めて買ってみました。めっちゃ難しかった、これつけるのけど、写真は漏れるのかなと思った。つけまのりを一部にブリッと出して、そこにちょんちょんって先端つけて、こうピンセットでやってるんですけど、ほんまに難しくて、って思いながらやってたんやけど、合ってんのかな。でもね、私説明書読まずに始めるタイプなんですよ、基本的に。まあまあ、でもこんな感じで最終的にまあなんとなくはなったかなって思うんですけど、あんまり地まつげと長さがわからなかったんで、もうちょい長めのやつ買ってみたいなと思います。でちょっと髪の毛をね巻いていくんですけど、今回ファンデを白くやりすぎたのが、体と顔の差がえぐくてすいません。で髪の巻き方もね、あんまそんな超うまいわけではないんですけど、過去に動画を出しているので、よかったらご参考程度にしていただけますと幸いです。ちょっとこんな感じでね、くりくりと髪を巻いたら、ちょっと完成形を取っていこうかなと思います。体と顔の色の差がえぐいんですけども、ありがとうございました。本日もクリクリと巻いて完成していただきます。どうも、本日もご視聴ありがとうございました。こんな感じでちょっと完成形、今回めっちゃ短いんですけれども、なんかいい感じに統一感出たのでよかったです。それではまたお会いしましょう。